こんにちは、みのりんです。今日は3分間の腹筋トレーニングを行っていきます。すごい短時間でできる腹筋トレーニングなので、皆さんも一緒にやっていきましょう。それでは早速やっていきたいと思います。今日は背中をついて行っていきます。背中をついた状態で上体を少し上に上げていきます。この状態から両足を上に上げていきます。ここから下、床ギリギリまで下げていきます。上げて、下げて、上げて、下げてを繰り返していきます。これを30秒行っていきます。それを一緒にやっていきましょう。よーい、スタート。ギリギリまで下げる、上げる、上げる、上げる。へそを見て行っていきましょう。呼吸も止めないように行っていきます。そしてなるべく膝が曲がらないようにやっていきます。今度は片足を伸ばして、片足を曲げた状態で行っていきます。この状態で下の足は少し上げていきます。この状態から起き上がって下がる、起き上がって下がるを繰り返していきます。15秒経ったら足を入れ替えて、また15秒行っていきます。よーい、スタート。足を入れ替えます。上体を上げた状態で両足を上に上げて、ここから横に開いて、開きながら下でまた閉じていきます。上でまた閉じて、下で閉じて、自分の両足で円を描くようなイメージでやってみてください。これも同じように30秒やっていきたいと思います。よーい、スタート。そしたら今度は片足伸ばして、片足を上に上げていきます。今度はさっきと同じようにまた浮かして、上体も少し浮かします。ここで30秒キープしていきます。これも両足同じように行っていきます。それでは30秒やっていきたいと思います。よーい、スタート。それでは30秒やっていきたいと思います。よーい、スタート。
していきます。この時も、おへそを見ながらやると上体が起こしやすいので、おへそ見ながら足を動かしていきましょう。これも、同じように30秒行っていきます。それではラスト一緒に頑張っていきましょう。よーいスタート。できます。たった3分でできるトレーニングなので、皆さんぜひお家で真似してやってみてください。ということで今日は3分間腹筋トレーニングでした。